してたんですけど、ね、食べてるのがお待ちしますね。ちょっと変なの撮りたい、楽しみ頑張って撮ります。そうだから食料とかも楽しみやし、私もなんか書こうと思って、かき氷で推しメンのペンラカラーかけて、ね、ま、天才やんそれ。だから私のペンライトカラーは赤と緑なので、皆さん夏になったら赤と緑、うん、かき氷食べてるよ。今食べてんの、最高やん、羨ましい。いいね、なんかさ、ふわふわなやつ食べたくない、映えるやつ、かき氷、うん、いいね、食べたい、食べたい、めっちゃ可愛いよね、食べたい、マンゴーのかき氷食べたい、かき氷食べたい、食べたいよ、わかって、息苦しいよ、あマカの魅力を分かってほしい、こうやし、違う、スタンプ、スタンプ誰か気づいてくれるかなって思ったけどね。はじめまして、最近おいしいグミを試食してますね。それは昨日若田メールで紹介した、あのこの数字のコンビニのグミのことですか。あのね、シワシワの遊びに来たよ、あの緑のチョコのね、サイダーのかき氷、なんて言ったらいいの、チョコなんですけど中にグミが入ってるんですよ、グミチョコ、グミチョコがほんまに美味しくて、なんかトッピングシャワーみたいな感じでシュッとパチするんですよ、それがめっちゃ美味しくて癖になるので、皆さんよかったら食べてみてください、ほんまに美味しい、メロンとイチゴで最近、そう GMM から見ます、ありがとう、血色のさすぎてほんまにすみません。え、自分の取ればいいんですか、自分のもんないねんけど、え、取ったのもう、え、待って探す、ユーゴクラブラストの吹奏楽コンクールで最終賞金賞取った、すごい、おめでとう、すごい優勝、すごいね、金賞ってめっちゃすごいやつちゃう、すごい吹奏楽、絶対素敵やん、お疲れ様、部活引退かもそろそろ、今の時期やったら、そっか6月とかやったら、お疲れ様、すごいおめでとう、ふわふわ出ますので、今日は DMM 先生たちです、ありがとう、見てくれて、そうなんだ、みんなでアミのアミタンの誕生日お祝いしましょうね、応援校楽しみです、こんにちは、分かってほしいです、ありがとうございます、私は超いつも元気です、なんか今日は謎に元気です、いつもね配信してる若田ゆりさん、息の声が大きい、すいません、なぜ、いや、いいことよ、なぜ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 、いいことよ、声、ね、誰よりも負けへんとか言ってたのに、恥ずかしいな、恥ずかしい、この前この話しました、何が見えたかなと思ってた、おお。何もなくてもジャンプ、あ、一応下にしよう、オーマイガーオーマイガー、はい、ということでなんかいつもこの前の配信もさ合わせてさメイクいった、今日最近のテンション高いのはなぜなぜ、なぜなぜ、今日はどう、グミチョコ、え、買ってきた、食べてみて、なぜなぜ、そなんかなんで今日37度あるの、なぜなぜ、あのパチパチのグミチョコ以外にもなんかシャインマスカットのグミが入ったグミチョコとかも売ってて、前は結構ケーキの中で流行ってて、ヒカルさんありがとう、それも結構美味しかった、11位ジョーさんありがとう、アップの髪型にするとやっぱりユカと似てるね、ほんまにアップにしたら似てる、髪型で結構あれかな、今固定ヘアでイメージついてるから似てへんって思うけど、意外と髪型変えたら似てるんかな、5位カルちゃんありがとう、そう賑やかなんですよ、ありがとう、ありがとう、ありがとう、3位タツさんありがとう、いやほんまにアミタンがスピーチ頑張って喋るの考えただけで親目線になるよね、C さんありがとう、ほんまに泣いちゃいそう、ありがとうございました、ありがとうございました、そろそろ可愛い準備を、公演の準備をしたいと思うので、ご飯食べたよ、終了したいと思います、ということで皆さん公演ぜひ、今日誕生日なので若田からおめでとう欲しいです、おめでとう、ともちんおめでとう、誕生日いい一年になりますように、あ、待って待って待って衣装、あ、ちょっと待って、どうしよう、これ金の忘れてた、してくれないか、ありがとう、ちょっと忘れてました、今さらなんか今から入ってきたと思います、忘れてました、ゆひろさんありがとうございます、買って、おい、また今から本当に今さらやん、今さらなんていうか、メイクじゃん、おい、ゆひろさんありがとうございます、ちょっと忘れてました、これ着なあかんねんけど忘れてた、めちゃくちゃすっかりと、水木さんありがとうございます、
皆さん見なかったことにしてくださいね。忘れてたよね。忘れてたよね。僕もめっちゃすっかり忘れてた。一緒に歌いましょうね、たけさん。阪急東通り商店街でゆいなさんの手の声聞いてきたね。流れてるよね。ここも聞きに行きたい。今日の色白綺麗やね。嬉しい、ありがとう。見てくださる方は絶対やけたんぼの嬉しい思い出。若たんのボバメ面白くて毎回楽しみにしてるよ。嬉しい、ありがとう。皆さんよかったら若たんメールを送ってください。毎日送ってるので今日ですか。送ってください。つけられるようにしんのすけさん、ありがとうございます。そして内緒の1位は今日も元気ですよ。すみません。ということで、いやほんまに生誕祭は毎回もうやばい、泣きそうになる。みんなの言葉とか手紙とかに感動して、ね、ほんまにもうみんな家族みたいやから泣いちゃうね。感情移入しちゃう。またこの後お会いしましょう。またね、バイバイ。やみたんまだ13歳ですよ。13歳になったばっかりらしいです。生まれたばっかりですよ、ほんまに。2010年生まれとか、2010何年生まれ？映ってない。映ってない。よしみでーす。目ここだけ映ってた。バイバイ。アジサイの浴衣姿素敵ですね。嬉しい、ありがとう。そう、浴衣、あの夏コンのグッズがね発売されたので、皆さんよかったらゲットしてください。うちわがね、あの浴衣の衣装で撮ったんですよ。そう、髪型がね、そう今回固定ヘアじゃなくて自由やったので、私はお団子にしました。お団子、よかったら皆さんゲットしてください。今日の和歌の注目ポイントは、今日の和歌の注目ポイントはひたすらアミタンをめでる。つぼみたちのあの A メロのところでアミと絡めるので、アミタンをこうやってかもうよしよししたいと思います。暑さで夏バテはしてない。まだしてないですね。全然めちゃめちゃ元気ですよ。でも今日めっちゃあれですよね、今年一暑いみたいな聞きましたよ。皆さんほんまにあのね、応援してくださるのも多分めっちゃ暑くなると思うので、熱中症には気をつけて、お水水分補給したりしてね、気をつけてください。熱中症にはほんまに。誰が最初に泣くか選手権。でも今日はあのてんちゃんとゆかが今日はいないので、そういつもすぐに泣く2人はおらんねんけど、そうやな、誰が累戦でもその2人の次に弱いの誰やろ。いやでもその2人が9期トップぐらいで累戦緩いから、どうやろう。あれ、もう時間ですか。大丈夫ですか。NMB48 ができた時、アミタン3ヶ月の赤ちゃん。そっか、 NMB ができた時ぐらいにまだ赤ちゃんやったんか。やばいね、ほんまに最近やん。でもそう考えると NMB もめっちゃ歴史がねあって、すごい。そのうちね、あの私たちが加入した年に生まれたみたいな子がね NMB に入るかもしれへんって考えるとね、恐ろしいですね。生誕ティーにシーエス2010と書いてあってびっくりしたね。ほんまに2010年ってほんまに最近よね。ほんまに最近すぎる。若たん溶けて道に落ちてたら拾うね。拾ってください。若は2004年生まれです。
ありがとう。え、ねえねえ、リオピ今何分？え、6時3分。3分、ありがとう。あ、教えてくれてる時間ありがとうございます。そう、そろそろねエンジンとかの時間なのでね。はいはい、ごめんなさい、ちょっとね時間早いんですけど、ちょっとしないといけないことがたくさんあるのでそろそろ終わりたいと思います。ごめんなさいね皆さん。じゃあちょっとギフト読みますね。ソルジャーさんハートありがとう。ニッシーさん星ありがとう。ソルジャーさん音符もありがとう。あずまいしさんアイスありがとう。ケンちゃん星ありがとう。みーちゃんハートありがとう。坂口ちゃんだるまありがとう。高政さんビーチボールありがとう。いっち星かなありがとう。ダイルさんハートありがとう。レイさんミラーボールありがとう。2つもありがとうね。ケンちゃん星ありがとう。瀬戸志さん星ありがとう。みーちゃんハートありがとう。ルカスさんっていいのかな、なんて読むやろ。ルーカスさんハートありがとう。よもくんバラありがとう。コメント読めてない人とかいないですか。あのギフト読まれてない方いないですか。大丈夫ですか。いけてるかな。じゃあランキング読みますね。13位、ニッシーさんありがとうございます。12位、徳島カズさんありがとうございます。11位、ケンちゃんありがとうございます。そして10位、ドラゴンさんありがとうございます。そして9位、シャトシさんありがとうございます。で8位、ヨモくんありがとうございます。7位、ライオローありがとうございます。6位、坂口ちゃんありがとうございます。そして5位、いっちありがとうございます。で4位、みーちゃんありがとうございます。そして3位、高政さんありがとうございます。そして第2位はレイさんありがとうございます。そして第1位はドゥルドゥン、あずまいしんさんありがとうございます。皆さん短い間だったんですけれども、たくさんの方見に来てくださってありがとうございました。じゃあこの後は一緒にアミタンをお祝いしましょう。ではバイバーイ。